もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。豚の生姜焼きが大好きな本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの生姜焼き美味しいよね。あれたまに食べたくなるよ、うん、たまに食べたくなりますね。なんか豚の生姜焼き作るときはあのキャベツの千切りも苦じゃない。ああ確かに。さとこさん、あのスライサー持ってないの？千切り用のスライサー持ってないよ。あれ便利で、今こ包丁でやってる。あ、そう、一発でできるスライサーだったら。うん、ダイソーに売ってないかな、それこそ。ちょっと高いんだよね。あの薄すぎてもダメでしょ、はあはあ、千切り用って。だから私、うん、ダイソーじゃないスライサーを持ってますよ。もう超楽、もう山盛りしてしまいそうになるぐらい。ほんと早いもんね。こうささささと、うん、ぜひぜひ。私はね、はい、でも昨日うっかりあの買ってしまった貝割れ大根をね、あの見て、うん、貝割れ大根ってすごい懐かしいと思って、あの買っちゃった。懐かしい。そう、懐かしいですよね。でなんか買って食べてみたいと思って、で生姜焼きの付け合わせに買ったんですけど、うん、すごい辛い、うん、ちょっともう大人なのに泣けるぐらい軽くてあの辛くてあれってそうよね。あの、うん、全部買ったらあの1個を消費するの結構大変ですよね。そうだよね。ちょっとね、なんかの上にちょっと乗せるにはいいんですけど、そう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 、うん、わさび感覚で、ね、でも本当になんか涙が出そうで、うん、なんか子供のやつにも持っちゃったんですけど、ちょっと回収するね。うんうん、彩りはいいんだけどね、見た目は良くなるけど ね、 そうですね。で体にもいいと思うんですけどね。うん、でも多分ちょっとあの辛さは、ね、20年以上ぶりに食べたかな。うん、当たった。でもあの 目っていいんですよね、体に。あ、そうなんだ。目、あのとかスプラウトの目、貝割れ大根もそうじゃない？貝割れ大根とか、え、もやしとかもそうじゃん。もやしはちょっともうあれが大人だからあれじゃないかな。なんかブロッコリーの目とか、そうそう、ブロッコリーの目はスーパーフードとして売られてますよ。そうだよね、ブロッコリーの目。そう、はい。というわけで今回は、そういう食べ物系のコラムなんですけど、うん、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、はい、今回のコラムは2021年10月22日サウジアラビア在住のミッチェル・マリさんが書いてくださったコラム、お酒も豚肉も禁止のサウジアラビアの代替食品と飲料というコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、サウジアラビアね、はい、そう、うんうん、豚肉禁止ってでも結構うん、困るね。ねえ、なんか、まあ、豚肉より私、うん、お酒の方が困るな、やっぱ。まあ飲むのもそうですけど、料理に、ね、うんうん、私結構日本酒ドバドバかけるタイプですもん。ああ、そっかそっか、お酒ね。お酒料理に、ね、結構使いません、うん、あとみりんも。みりんもね、うんうん、結構アルコール度数高いんですよ。うんうん。ですよね、うん、あんまり砂糖入れないで、その分みりんで甘みを補おうとして、うん、あー、そうかそうか、甘み確かにね、うんうんうん、ダメってなったらね、どうだろう、ね、大変ですよね。お料理のレパートリーがっていうほどないけどね、うん、ないけどでもね、あの、うんうん、サウジアラビアでも今みりん風の調味料、うん、あっちは大丈夫らしいので、うんね、うん、まあなんなりとできるんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、あのコラムね見させていただいてですね、うん、そのまあ豚肉系がダメっていうので、うん、ゼラチンもダメなんですよね、うんうん、あ、そっか、そうらしいね、知らなかったけど、うん、豚のエキスが入ってるから禁止っていうね。ね、じゃああれか、なんかゼリーみたいなやつ、あっちの
あの、アグル、うん、アグル、アグルじゃなかったの、なんか寒天、寒天、寒天、寒天と一緒なのかな、なんか海藻の方で固めてるのかな、うんうん、あ、多分寒天なのかな、ね、そうかもね、そうなんだね、うん、ゼリーはできるけど、でも結構食感違うよね、ゼラチンのゼリーとさ、違いますよね、やっぱちょっとあの、うん、寒天は硬いっていうかね、うん、ゼラチンはプルンと、うん、サクサクしてる感じあるよね、そうそう、ポロポロポロって感じ、うん、うんうん、そうやなですね、バニラエッセンスもアルコールが入ってるからダメっていう、はい、うん、そうらしい ね、 ね、うん、でもあんまりわかんないって、それは、うん、言われないと気づかないらしいよ、へえ、あとなんか2人は驚いたやつとかあります？うん、梅酒よ、はい、梅酒、酔わない梅酒酔わない梅酒ね、私ね、うん、気になりすぎて1回夢に出てきましたよ、うん、気になったね、これ読んだ後、それ相当気になったね、そうで、なんかどっちに惹かれたんだろうそれ、うん、うん、梅の方にか、うん、ラベルがさ、もうあのなんかイメージの中の梅酒と一緒なわけですよ、普通の梅酒、はいはい、うん、で海外でも梅酒って貴重だから、うん、それのノンアルが海外でも売ってるんだみたいな、なんかあったんでしょうね衝撃すぎて夢でスーパーに買い物行ってて、うんうん、あ、酔わない梅酒売ってるとか言って買おうかとか言ってた、うんうん、マジどんだけ気になるね確かに確かに、梅酒買います、その買わない、外で買わないのに梅酒好きならさ、夢に出てきてもわかるんですよ、今だけど別に普通買わないのに夢に出てきたんや、だから普通買わない、普通買わないけどたまに買おうかなって思う日時があるかなみたいな、私やっぱ辛い方が好きなので、あの梅酒みたいにちょっと甘いのはそこまで飲まないんですけど、ね、うん、でもたまになんかみんな美味しいって言うし、興味はあるんでしょ、夢に見るぐらいだから、ね、そうだね、うん、そっか、そうね、私ね意外と驚いたのはね、あの、うん、意外とそのなんていうの、豚肉が使えなくても、例えばほら、うん、ピザのさ、あの、うん、ペパロニとかさ、あとはまあ、うん、ソーセージなんかも、なんか他のビーフだったりとか、うん、ターキーだったりとかで、チキンソーセージ、あ、チキンもね、うん、チキンもだったりとかで、うん、結構もなんかあの替えが効くんだなって思って、だから、うん、もしかしたら豚なくてもそんなに困らなかったりしてって思ってたりした、うん、あ、なるほどね、なんか、うん、マカオに住んでた身からすると、こうマカオ料理っていうか広東料理は結構豚が多いじゃないですか、まあ、鶏も多いですけど、あ、そうだね、うんうんうん、そう、豚足とかも使うしね、そうね、うん、シューマイとかさ、この天津系も結構豚が多いよね、うん、あ、そうかそうか、うん、うん、小籠包もそうだし、そうだから結構致命的かなと思ったけど、うん、意外と工夫してやってる感じがありますね。そうなのよ。でもほら、私マレーシアに住んでたじゃないですか、うん、あの一般のスーパーってやっぱりハラルなんですけど、うんうん、やっぱりね味違うよ、あの、あ、そう、うん、チキンソーセージはチキンソーセージで美味しいんですけど、うん、でもあのシャウエッセンじゃない、でも常に思うと思う確かに、あのこのジューシーなプリッジューシーみたいな、あれがないんですよね、あれがないのか、あ、そっか、やっぱそこはでも大きいかもね、違いとしてはね、だからまあ慣れるけど、うん、もうなんか常に夢描いてしまいますね、うんうん、あ、豚が食べたい、マレーシアのマレーシアの場合は中華系とかインド系もいて、うん、こうあの、うんうんうん、多民族なので、あの中華系のスーパーに行ったら手に入ったので良かったですけど、うんうんうん、これがね、あのサウジアラビアは厳しいですから、うん、そうだね、現地在住の人は大変じゃないのかななんて思いながらね、うん、読んだんですけど、そうだね、うん、そうそう、あ、サウジアラビアね、ラクダのお肉ってのもあるらしいよ、ええ、美味しいの、なんかね、やっぱり子ラクダなんだって、あの美味しいのは1歳未満の子ラクダ、そうそう、柔らかくて、大人になっちゃうとね、やっぱり臭みだったりとかがあって、あんま食べれたもんじゃないっていう感じだけど、でもやっぱり子ラクダのは、うん、あのちょっと高級な方のお肉らしいわよ、でも美味しいんだって、美味しいんだ、どうやって食べるんですかね、うん、ステーキ、まあ、茹でたりとかステーキとかかな、うん、いう感じがありましたね、
やっぱりあの海外に住んでる、見てきたようにあ、サイト、ウェブページで見たのか。そうよ、私は結構予習してくるのよ、そのラクダ肉とかも。さすがですよ。そう、はい、なんかあのね、海外に住んでるとね、あの別にこのサウジアラビアみたいにいろいろ厳しいところじゃなくても、なんか食べ、無性に食べたくなるものとかってあるじゃないですか。うん、うんうん、私あの梅干しすごく食べたかったですもん、マカオにいた時。梅干し持ってきてなかったの？あれ保存食だから。持ってきて結構持ってきやすいアイテムかなと思ってるんですけど。保存食だから。なるほどね、うん、いや、うちにもないですけど梅干しは。うん、私あるよ。あ、本当。そうそう、あの重いじゃん、でも梅干し。あ、でもちょっとそんな、そんな食べないし、うん、なんか心の安らぎのために。安らぎね。え、あれってさ、どのぐらい持つの？開封してから1年ぐらい持つの？あ、私だから手作りの持つから何年でも持つんですよ。うん、あ、そうなん。保存料とかが入ってなければってこと？そう、もう塩だけで作ったやつ。そうなんだ。でもなんか一応、うんうん、あの書いてありますけど、賞味期限多分1年ぐらい、うんうんうん、でもそんな食べないから全然減らなくって、うん、もう多分2年ぐらい冷蔵庫にありますけど食べれますよ、うんうん、へー、そうなんだ。なんかテレビでさ、それこそなんか100年ものみたいな梅干しが出てたんですけど、まあ、なんかすっごいなんか熟成してあ、美味しいのそれは。もはや梅干しじゃないみたいなやつ、うん、出てたんですけど、うん、でも美味しいとかそういう世界じゃないよね。もう100年でしょ。100年か忘れたけど、でも全然50年以上だったと思いますよ。80年。それはあれ、なんかさ、土の中にさ、壺ごと埋めててさ、忘れて、である時発見したとか、うん、そういうこと？なんかそんなのかな。なんかおばあちゃんが子供の時から持っての時代のとか、そんな、なんかちょっと忘れたんですけど、ただもう梅干しってわからないような感じだったと思いますけど、でもあのだから、うん、はい、あ、梅干しは海外に持って、ぜひぜひ持って行って、はい、ですね。でもローズさんといえばほら麺じゃないですか、うん、麺もなかなか手に入らなかったりとかして、あ、食べたいっていう風になったりしたんじゃないですか。麺手に入りますけど、うん、あ、でもね、うん、そうそう、選ばなければ手に入るんですけど、やっぱりね、うん、日本風のってなるとね、うん、ないから。そうそうそう、日本風のっていうと入手が大変だから、私はあの製麺機をね買ったんですよ。すげー、製麺機。何の麺作ってんの？何でも作れるんですよ。パスタ、ラーメン、うどんとか、あと、ラザニアの生地とかもできますね。へえ、餃子の代わりにもなるし。そうなんだ、餃子の代わりな、うん、そうかそうか、あ、何でもできるんだね。そう、粉とあと塩水を、うん、こう指定の量を入れてピッて押すだけ。ピッて押すだけ。ピッて押したらもう勝手に粉が混ぜて、うん、でもう生地になって、うん、でこう穴のとこからビュングニューって出てきて、はい、でそれを自分の好みの長さにカットして、へー、茹でて食べるだけなんです。時間もね、そんなかからなくても10分もかからないかな、麺作るだけだったら。お、いいね。あ、すごいね、うんうん、でね、腰がすごいんですよね、その機械。あ、そうなの、うん、はい、それがびっくり。腰が出るコツって何なのかしらね。なんかね、やっぱり混ぜ方なのかしら。あの、圧力をかけてるみたいです。圧力。あ、うん、そうなんだ。でもいいですよね、なかなか美味しいうどん食べられないですからね、うん、ね、外国にいると、うんうん、そうなんですよ。そうだね、うん、だからね、買った時はね、まあ、結構作ってたんですけど、ただね、この機械難点が一つありまして、洗うのがちょっとめんどくさい、わ、うんうん、かる。もう想像だけでわかる。その、うん、多分 ね、メーカーもフィリップスっていうオランダのメーカーなんです、それ。でも日本で買った、フィリップスはオランダのメーカーなの。はい、私も初耳だわ。フィリピスは知ってたけど、うん、うん、それをね、まあ、こっちでも売ってるけど日本で買った方が安くて、日本からもう運んできてもらいましたけど。へえ。でね、まあ、そう、メーカーもね、一応多分気にしてて、うん、まあ、パーツ、まあでも3つ4つですかね、
この面を回すところとこのスクリューみたいなとこと、うん、押さえるとこと、うん、あれなんだけど、なんかね微妙に残るんですよね、食洗機にしても。あ、うん、まあそうでしょうね、やっぱり洗面器は、うん、やっぱちょっと手で洗うのがいいかなと思うけど、やっぱ水にしばらく浸してないと、うん、ここ取れないから、うん、そうするとね、やっぱしばらく流しが埋まってなんかあれだから、うん、なかなかね出番が減ってきちゃうね、うん、そう、でも作ったら美味しいんですよ。いやでもいいじゃないですか、年越しそばに、そばか、そばじゃない、そばね、でもねそば作ったことないの、作ってみるかな。うどんはねもうね、うん、いや美味しい、へそこら辺の小麦粉でそこら辺のすごいね、そうなんだ、その小麦粉でうどん粉じゃなくて ね、まあ、うん、なんかね多分こっちの普通の小麦粉って中力粉ぐらいなんですよ、うんうん、だからうどん粉ぐらいなのかなみたいな。へ、逆にこう、まあ、パン焼く人はもうちょっと柔らかいやつをわざわざ買ってこないといけないのかな。私ちょっとパン焼かないんでよくわからないですけど、まあ、美味しくできます。へ、そうなんだ、うん、その私もね製造機持ってるんですよ。私は製麺機じゃないんですけど、うん、製造機、私が持ってる製造機はたこ焼き製造機なんですけどあ、たこ焼き製造機うん、そうそうそう、うん、たこ焼き製造機、便利だよ。製造機って言います、たこ焼き機でしょ。いや、そうそう、製麺機でほら、なんかそう食べ物を作る機械持ってるからさ、私もそれに張り合おうと思ったわけよ。なるほど、私も持ってるけど、うん、え、持ってた？持ってますよ。せっかく行ったのに。だってほら、そうそうそう、あとハーフ大阪人だからさ、一応。あ、そう。そっかそっか。大阪とのハーフだもんね。はい。そっかそっか。いやでもあれ便利よね、本当に。多分さ、うん、海外にいる日本人って結構たこ焼き機保有率高いんじゃないかなって私思うんだけど。そうね、そうね、割と持ってる人意外といるかもしれないですね。うん、なんか、うんうんうん、たまにブームが来ません？誰かがどこどこで売ってたよみたいな感じで。そうだね、いいよ、たこ焼きはあれ楽だし。たこ焼きだけですか？他のものもなんか作ってるんですか？たこ焼き器でですか？うん、いや、たこ焼きです。たこ焼きって大変じゃない？ちょっと全然大変じゃないよ。だってタコがないときはキャベツ焼きとかにしてるもん。キャベツとチーズとさ、なんかソーセージとかを入れて焼かしてたら、まあ、いやそれはもちろんのことですけど、具材を全部ね用意してみじん切りじゃないですか、うんうん、でこう一個一個全部混ぜなくちゃいけないから、うん、結構みんな押し付け合いになるんですよ。押し付け合い、本当？子供の頃から母がもう作りたがらないメニューの一つで、まあ、子供だからこうやるけど、子供って飽きたらやらなくなるから、うんうん、結局母がプリプリしながら、うんうん、もうたこ焼きは嫌だみたいな。へえ、そっかそっか。 で大人になってやっぱ私がその立場だから、うん、まあパーティー、たこ焼きパーティーならまあいいけど、家族であんまり使ってないです今。あ、そっか。うん、うちなんかすごいなんか材料少なくて済むし、なんかその切りさえすればもうあとはじゃあ やってねみたいな感じだから、すげえ楽なメニューで私よく使ってる、うん、家族がじゃあ喜んでやってくれるんですね。喜んでやったりとか、うん、うん、でまあお互いがなんか食べてる時はじゃあ私やるとか言って、で私の方が綺麗な丸ができたとか、何をとか言いながらさ、そういうほら私だってみたいな、あの泥団子選手権みたいな感じにさなっていくわけ。なんか結構ね、たこ焼きの材料って準備するのが大変で、うん、青のりとかかつお節とかソースとかを切らすと、うん、わざわざ買いに行かなくちゃいけないでしょ。あと揚げ、あ、天かすね、天かす、うん、そう、あれが結構天かすあったらいいんだけどね、天かすないんだよね、うちだから天かすなし、うん、天かすがあるとないじゃかなり味違いますよね。あ、そっか、そうだから私天かす作ったもん前。すごいね、天ぷらやって、もう海外にいたら何でも作るでしょう、ね、そうだね、いやそういう、そうなのいや、そうなの、天かすは作ろうと思わなかったかな本当、うん、やっぱりねあれは結構大事だと思う。なくてもできるけど、あったらやっぱ美味しいから、うんうんうん、そうそうなんだね、ちゃんとね今時ほら Google 先生に聞けばちゃんと天かすの作り方って出てくるんですよね。
マジか、私だったら日本料理屋に、うん、すいません天かす余ってませんかねとか言って聞きに行くかな。あ、まあ、ちょっと売ってもらえませんかねとか言って、カスですからそっちの方ですね、まあ、近くにあればね。そうね、そうね、うん、いいですね、絶対余るもんね、揚げ物した、うん、天ぷらした、そうだよね、そうだよね、そっか、うん、まあね、そうそう、そうよ、無性に食べたくなるものありますよね、海外にいると、うんうん、そう、うんうん、あと最近はあのちょっと話題変わりますけど、ローズさんがノンアルよく飲んでるっていう話を聞いたんですけれども、まあよくってほどでもないですけど、前はもうノンアルなんてなんだよって思ってたんですけど、うん、ちょっと知り合いがノンアルも悪くないよって言ってて、うんうん、私も買ってみたんですよね、うん、知ってます、ハイネケンにもノンアルコールがあるんですよ、知らなかった、そう、うん、最近結構よく売ってて、0% って書いた、うん、健康志向かしら、あ、なのかな、なんでだろう、そういうのもあるかしらね、うん、この数年で急に見かける気がします、うん、ノンアルワインもあるもんね、ノンアルワイン、ノンアルワイン、ノンアルワイン美味しいのそれ、ぶどう酒じゃん、あ、ぶどう酒っていうかぶどうジュースじゃないんだよ、いや一応なんかワインっぽい味するんだよね、本当、うん、私だってシャンメリーとかの流れじゃなくて、そのなんかさクリスマスのあのシャンメリーとかじゃなくて、いやいや、私ね、騙されて買いそうになったことあるもん、うん、本当にここと見た目も普通にワインのボトルに入ってて同じサイズで同じ形で、で、うんうん、これ私結構ラベル買いしちゃうから、はい、これ可愛いなと思って手に取って買おうと思ったら、うん、よく見たら 0% アルコールフリーって書いてあって、そうなんだ、オーノーみたいな、私は酔いたくて買ってるのに、そうそうそう、ちゃんと分けてよカテゴリーみたいな感じ、なんか売り場みたいな、そうね、なんかね一応分けて、多分なんかセールかなんかなって見やすい場所にあって、うんうんうん、うっかりうっかり、うん、そうなんや、でもね、そうですね、なんかね、その友達がノンアルコールビアを勧めてきた理由は、うんうん、ビールだったら途中から飲み始めるともう酔ってだんだん何でもよくなって、もう最後、うんうん、ソファーで寝ちゃうまで飲んじゃうけど、ノンアルだったらそこまで美味しくない、うん、し、なんかまあ爽快感は味わえるから、うん、そうだね、うんうん、でも1本で飲み終わってその後なんか本読んだり、うん、勉強したり、こう有意義に時間を過ごせるよっていう、うん、しかも痩せたって、痩せた、あ、うん、やっぱりほらその人はね、もうビールを5本も6本も飲んでたらしいです、うん、わあ、そうかそうか、うん、結構な量だよね、5、6本って言ったら、うん、ねえ、すごい飲んでますね、でも私そこまで飲まないけど、うんうん、でもまあ2本ぐらいはすぐ飲んじゃうから、うん、確かにね、ノンアルにしたら1本で終わる、あ、これもう1本行こうかなって気分にはならないんですよ、ならないんだ、もうお茶でいっか、次はみたいな、そうね、はい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 、まあ言ってもそう、ジュース的なものですから、ジュースそう何本も飲めないですもんね、うんうん、あ、確かに ね、あれ不思議だよね、ビールだったらいっぱい飲めるのに、うん、アルコールのせいか、ね、なんだろうね、確かに、うん、麻痺しちゃうからだ、やっぱり脳がね、一部バカになっちゃうから、そうそう、どんどん飲んじゃうんだね、うん、そうなんですよね、だから最初の爽快感は欲しいけど、うん、その後はもう惰性なんですよ、きっと、なるほどね、うん、確かに、うん、そっか、まあね、たまにノンアル飲んでますね、最近、あとね、そうそう、その流れというか、あと代用肉がね、うん、結構すごくないですか、最近、うん、なんか売ってる代用肉、ビヨンドミートとか、あ、ビヨンドミート、あれは何にで作られてんの、大豆、基本的に大豆、うん、と思いますよ、あんまりマカオはメジャーじゃないね、多分肉は肉、うん、まあもちろんね、ベジタリアンレストランはすごく多くなってはきていて、でそこでやっぱり、うん、チャーシューをかたどったものとかお肉に見立てたものはあるけど、なんか、うん、あ、はいはいみたいな、まあ確かにコクが出てるねぐらいな感じだけど、うん、まあそういうレストランに行ったらね、あるけどっていう感じ、うんうん、確かに、うん、ね、オランダはね、もうこの去年ぐらいかな、この 2,3 年すごいどんどん増えてて、うん、売り場ももう拡大してる、どん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 、へ、
じゃあ味的にはどんな感じなの？やっぱジューシーなのはあるわけ？なんかねメーカーも結構増えてきて、物によってはたまにわからない、味付けとかによって。食べてみたい、はいはいはい、まあそんな美味しいものじゃなくて、やっぱ肉の方が美味しいなとは思いますけど、でもなんかすごい人気なんだなって思いますね。そうと思いますね、はい、ただね、なんか私その代用肉そんなに食べないっていうのは、結構そのごまかすためにいろいろ入れてる感じがする。まあ確かにね、これは、そうそう、あれだ、謎肉みたいな感じだ。そうだから逆にか結構なんか加工されてる感もあるから、どうかなと思って、別にベジタリアンなわけじゃないし、まあ普通の肉でいいかなって感じで、たまにしか、安売りの時にたまに買うぐらいですかね、うちは。息子くん食べるの？ねえ、そう、文句言わないの？うちね、なんかだからミートレスマンデーにしようと思って、週に1回ぐらいはミートレスにしたいんですよ、だから今日のランチはベジタリアンミートだからねとか言ったら、うんぐらい。まあでもランチだったらまだね、あの多分子供は晩ご飯がっつり食べたいみたいなところはあると思うので、晩ご飯 も、 あでもだから夜もだからなんだ。夜もでもまあ卵とかチーズとかその分豆腐とか、あ、はいはい、タンパク質はそれで補って、だって肉の食べ過ぎも良くないですよね。分かんない、でもティーンエイジャーの時はもう常に肉しか考えてなかったな。夕ご飯に肉が出なかったらもうほんと腹が立ってしょうがなかったね。ほんと、運動部だったからかな私。そうだからさ、今なんかほらオランダとかでなんかビーガンなるとかいうティーネイジャーが増えてるとかって聞いたらもう信じられないもん私は。いっぱいいますよ、もう環境問題、本当に環境問題のために、環境問題のためにすごい、そうそうそう、意識高いな、でも ね、 高いよね、やっぱ学校で多分そういうことを取り扱うから、だけどやっぱりね親は心配しますよね。あのベジタリアンぐらいならいいけど、やっぱビーガンになりたいとかね、こう若い時って結構極端じゃないですか。そうかそうか、言うんですよ。いや、すげえ、成長期はやっぱりちょっとね、何でも食べてほしいなって思っちゃうね親としては。そうだね、じゃあ本当に肉好きなんだね。私どうだろう、そんな中高生の時でも肉がなくてもうがってならなかった。逆にラーメン食べれなかったらうがってなったかもしれないけど。ローズは麺でできてる。確かに麺だね、そうだね、ローズは麺でできてる、ね、麺でできてる。そっか、なんかあのそうだ、サウジアラビアっていうことで、あの、かとこさんの方がサウジアラビアの おもてなしっていうのをね調べてきてくださったみたいですけど、そう、サウジアラビアのねおもてなしはアラビアンコーヒーとデーツなんですって。皆さんデーツはご存知？夏目ですよね、デーツ知ってる、あの、そうそう、夏目とか干した甘いやつですよね、そうなんですよ。私アラビアンコーヒーの方が気になったわ。アラビアンコーヒーと、まあ、デーツっていうこのセットが、あのなんか政府も推奨するこのおもてなしセットだそうですよ。とかそのアラビアンコーヒーって普通のコーヒーと何が違うの？知らん、それはもう自分で調べてそこまでは調べてないけど、待って、まあ、アラビアンコーヒーだから、だってアラビアンコーヒーっていう種類もあるじゃん、コーヒー屋に行けばさ、アラビア産のコーヒーってことですかね。そうじゃない、そこが一番気になったの。何かほらロシアンティーとかさ、そなんかほらあるじゃないですか、アイリッシュなんとかとか、そういうノリかと思った。アラビカ豆を使用したコーヒーか、あとアラビアコーヒーとはカルダモンを入れたアラブのコーヒーって書いてますね。ああ、やっぱりそっちか。なるほど、確かにカルダモンって言ってましたね、あの、言ってました、 YouTube で、あの、はい、サウジアラビア在住のコラムニストさんカルダモンよく使うって言ってました ね、言ってました。そっか、何カルダモンカルダモ ン、 カルダモンっていうスパイスですね。あ、これか、はい、カルダモン、はい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 、へえ、スパイスか、どんな味なんだろう、ど
味かな、ね、私は食べたことあるの食べたことあるけど説明するの難しいですね。でもなんか無形 、うん、文化遺産なのアラビアコーヒーはね、登録されてるって言われてますけどね。そうなんだ、デイツと一緒に合うんだろうね、はい、そうですそうです、うん、じゃあそれで言うとマカオのおもてなしは何ですか。マカオはやっぱり何でしょうね、中国茶とあとはじゃあ中華菓子とかかな、うん、もしこんな感じで言うとしたら、うんうんうん、まあ実際にねおもてなしで出されたことはないですけどまあお茶はでもお茶だけで飲むことが多いのかなと思いますけどね。大陸の方は、うん、大陸の方はどうですか。大陸の方はね、あの茶器でこういろいろ入れてくれるじゃないですか。はいはい、カンフー茶とか。あれマカオはどうなんだろうね。なんかあんまりそんなお茶とお茶菓子って出された記憶があんまりないかな。ヤム茶とかよね、なんか。そうね、うん、そうなんですよ。でも確かになんかお茶とお茶菓子、あのお菓子が出てきたら嬉しいよね。あのほら揚げごま団子とかさ、なんかちょっとちっちゃい月餅とか出てきたら、あ、やるじゃんって思うけど、まあ出てきた試しはないけどないね、はい、あ、それで言うとオランダのコーヒーって必ずコーヒーとか紅茶ってちょっとちっちゃいお菓子がついてますよ。クッキーとかストロープワッフルとか、ちっちゃいクッキーとか。ストロープワッフルはねちょっとでかいから、うん、家、あのお店ではついてこないけど、まあ家で食べる、家と、うん、家かな、あのコーヒー、うん、あのカップの蓋にしてちょっと温めて食べたりしますね、うんうんうん、へえ、食べてみたいな、うん、いいね。でオランダ、オランダダッチティーっていうのかな、オランダって結構お茶の葉っぱをいっぱい準備してて、そのお茶入れのケースがあるんですよ、うん、でお湯持ってきて、はい、お茶どれがいいみたいな感じで選んでもらうのが、え、おしゃれ、うーん、ね、お店みたいね、うん、なんかな、うちもだからオランダに来てその制度を知って、わ、何これいいと思ってすぐお茶ケース買いに行って、うん、だから私多分いろんなお茶を家で飲んでるんだと思う。あー、ね、あー、そっかそっか、それいいね。なんかケースにもね、今、うん、今その ローズ家のこのケースに入ってるお茶はどんなのがあるんですか。 今ね、もう軽く10種類はある、ケース2つ持ってるすごい、すごい。ここはなんかね、書いてあって、ブラックティーとか、なんかハーブティーとかグリーンティーとか書いてあって、だからまあそれに合わせて入れようとしちゃうんですよね、やっぱり。はい、あとね、もう私ね、あの自分でも作っちゃったえ、どういうこと、茶葉、うん、DIY、 ペイント、お茶の箱をペイントしたんですよ、ね、はいはいはい、ペイントクラスに通ってた時期がありましてね、うんうん、ダッチペインティングのクラスに通ってたんですよ、昔それに入れてて、今度見せますけど、うん、みたい、いいね、素敵じゃん、なんか素敵よ、そういうの、ね、それも含めて、ね、お茶のセンスと箱のセンスでなんか見せられていいじゃないですかね、うん、はい、うんうんうん、それね、おもてなしっていうとそうかな。でもね、逆になんかよく言われてるのは、オランダ人ってケチって言うじゃないですか。そうなの、質素ね、質素言い方ね、うん、うんうん、言い方ね、家に行ってもその同じようにコーヒーとか紅茶一杯にクッキーが一枚しか来ないみたいな、うんうん、はいはいはい、おお、なるほど。なんかイギリスとかだとこういっぱい出すのが普通だけど、うんうん、オランダ人は多分無駄を嫌うから、うん、1個、うんうん、でもっとくださいって言われたら多分もちろんどうぞってこう気持ちよく出すんだけど、うんうん、そういうのは、うんうんうん、いいんじゃないですか。ケチねって思ったって、なんか読んだことがあるような気がしますね。いいと思いますけどね。一、うん、枚でちょうどいいですよ、私とか。そう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 。メインは、ね、まあまあ、飲み物の方だから。まあ、うん、うんうんうんね。そうなんですよ。うん、はい、というわけでね、はい、いろんなおもてなしの。あのコーヒーのね、はい、あのお菓子の話になりましたけれども、うん、今回のコラボをね、うん、振り返ってみたいと思います。そろそろお時間ですね、はいはいはい、今回のコラムは2021年10月22日サウジアラビア在住のミッチェル・マリさんが書いてくださったコラム、お酒も豚肉も禁止のサウジアラビアの代替食品と飲料というコラムから3人でおしゃべりをしていきました。はい、そして次回の質問をこちらで発表させていただきたいと思います。はい、はい、次回の
質問はですね、今年読んでよかった本教えてという内容になっておりますので、うん、はい、皆さんが読んだ本、うん、そうですね、はい、教えてください。タイトルと、まあ、簡単に概要も教えてもらえると嬉しいですね。うん、いいですね。はい、はいはい、なかなか長いことになっちゃいますね。私私も自分のサイトだけど、ストーリーで見かけたら入れるんですけど、結構忙しいんですよ。あ、忙しい。うん、質問が出てて、こうコメント欄があって、そこタイプして。はいはいはい。直で送っていただいてもいいですか、はい、DM でも、はい、あ、そうですね、そうですね、はい、お待ちしております、はい、お待ちしております。はい、というわけでここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、事務局の周里子とファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。